私にこちらの魔法を使わせるとなんだあの魔法は。やっぱりてめえはここでぶっ殺さなきゃいけねえみてえだな。血の閲落のための供物だ。なあ、見てるんだろ悪魔。なんだお前は。思い出した。殺すお前の怒りが伝わってきた。こうやってお前と向き合わなきゃいけなかったんだと思う。ゲッゲッゲ、いいだ、それ相応の代価が必要だ。お前の体の一部をもらおう。ゲッゲッ。たとえ悪魔になっても、どんなものに手を出しても。面白い、うちの団に来い。お前がいねえと勝てねえぞ、マスター。そんだけの言葉なんだ、あの言葉は。闇団長の信頼に応えられる奴になりたい。重力得意点。その右腕は今までの力の垂れ流されたもの。50秒以上はお前の体が持たねえ。魔法の力が出てんのか。勝てる。やりやがったな、アスター。闇団長こそ。今さらこんなもの。もっとで。マスター、闇さん、楽しませてくれ。あの二人、お互いめちゃくちゃに動いてるんだけど。こんな状況なのに楽しそうにも見える。その全てをひねりつぶして私が勝つ。もらった。終わりだ。
俺たちの勝ちだ。あいつしっかり拘束しとかねえとな。ま、敵のトップの悪魔つき捕まえたんだ。ああ、もうくたくただよ。しくった、動けねえ。金色の夜明けの団長。魔力の揺れが気になり来てみれば。あれだけ言っておいて負けていたら世話ないです。空間魔導士か、今日が残っている。早めに積んでおいてよかった。行かせるか。行かせちゃダメ。世界が終わる。もっと俺の体を持っていってくれて構わねえ。ダメだ。そもそもお前の体は動かねえ。取引が。お前が弱いからだ。少しでも団長に触れることができれば。闇団長。